津波、佐渡橋は、秋田県山本郡藤里町にある渓谷。藤里橋の一つ。2004年に指定された秋田、白上県立自然公園に含まれている。白上山地の革新地域に源流部を持つ、霞川上流にある渓谷。藤里町の名前の滲目にある、里は、津波里の、里から取っている。津波里園地蘇派佐渡橋は、 かつては深く切り込んだ V 字型の変化に富んだ警告であったが、昭和45年に県営ハサ里ダムの建設により、その姿の大部分がダム湖に沈んでいる。かつて、津波里は秋田勲佐信奉者が主催する1952年6月20日の第1回秋田県観光30系で第17位に選出されたが、その対象も多くがダム湖に沈んでいる。津波、 里子上流部の渓谷や、湖岸の急峻な断崖と湖水が深く入り込んだ、複数の谷の光景は、津波、里橋の姿を映している。また、津波里ダム下流にある津波里神社からは、V 字型の深い谷と、津波里不動の滝が眺められ、かつての元葉里橋の面影を見ることができる。ダム湖の湖畔は、津波里国民休養地に指定されている。右岸中央部付近は、 ふるさと自然公園、総派里園地となっており、ふるさと自然公園センターや駐車場、キャンプ場、グラウンドゴルフ場、大型遊具がある冒険広場などが設けられている。林野町東北森林管理所では、小岩一帯の山々を津波里ダム風景林として、また、ダム湖上流部にある特子森を特子森風景林に指定している。津波里園地から伸びる林道は、 富士里駒ヶ岳の神馬台東山口と小岳登山口にそれぞれつながっており、白上山地登山の秋田川の一つの入り口となっている。津波里ダム湖までは秋田県道322号君町坂公園総派、里湖線が通っている。湖畔には米大フォレストラインが通っていて、東北方向には湯の沢温泉郷、南西方向には の代市から八方町へつながっている。津波、里京にも、江戸時代の旅行家、菅江雅美が訪れており、津波里神社の境内には、その時に、不動の滝を読んだ和歌の歌詞が設置されている。菅江雅美の和歌、山深き滝の陰道工人の濡れて涼しく朝の、さごろも、ありがとうございます。